なんだ。うん、カメラが。うわー、はい、チーズ。まぶしい。はい、光りましたね。ということで、インスタ映えする写真頑張って撮ってきてください。はい、せーの、レッツトライ。はい、旅行から帰ってきました。はい、写真の印刷終わりました。二人にお願いした写真はどんな写真でしたか？インスタ映えする写真。はい、それが撮れてるかどうか見ていきたいと思います。全部撮れましたか？はい、いや、全部撮れませんでした。はい、なんでですか？なんか忘れてました、うん、はい、カメラの存在を忘れてた二人なので、2日目の朝までしか撮れておりません。はい、なんですけど、結構撮れてたので印刷してきました、現像を。はい、現像したものまあまあ見てるんですけど、まあもったいない。いろんな意味でもったいない。見ても笑ってもいいです。じゃあ泣いてもいい？泣いてもいいです泣いても笑ってもいい写真って意味。ただママはこれを見た時に、現代の力はすごいと思いました。泣けな写真やな。いいですか？いや、 やっぱり目つぶってるよ、きっと。1枚目。はい、首がこんな感じです怖い、なんか幽霊みたいに見えてきた。心霊写真心霊写真はい、これがあなたたちの実際の顔です。ちょっと、はい、写真じゃない。今はもうすでに加工された顔になっております。ちょっとひどい、はい、2枚目、せーの、じゃん。車から撮った写真だね。うん、これは私です。あの、ズーム機能とかがないので微妙なんですけど、トラさんが寝転がってる写真ですかね。はい、そうです。チーター、トラ、もうすでにそうしないとわからないレベルの写真だ。チーターがトラ、チーターがトラ。3枚目、せーの、じゃん。あれ、あ、ここ何を写したいんかがわかる。ゾウです。あー、ゾウいるんだ。あ、これ背景に、これゾウ。ここにゾウさんがいるそうです。はい、隠れ身のゾウさん。これみんな仲間いるじゃんか。見えんの？見えない。4枚目いきます。せーの、じゃん。何撮ったんですか？あ、この奥のキリンだよ。ここやね。はい、ここにキリンがいる予定です。予定じゃないで、いるんだよ。あの、イラストに入れときますわ暗くて見えなかったのね。インスタ映えできるわ。最悪やん。はい、次の写真、せーの、じゃん。お、これは撮れてる。撮れてるね、撮れてるけど、誰？ほら、サイです、サイサイサイ。次、せーの、じゃん。これは私の。これは私に。よし、あの、部位を聞いてます動物の名前聞いてます。はい、キリンです。はい、キリンですね。さっきよりか見やすいかな。はい、お尻喜んどらんといてお尻です。はい、次、せーの、じゃん。あ、これも私だ。あ、これあれだよね、車の横を通った子だよね。うん、私完璧や。せーの、じゃん。これ何ですか？これ早いことです。あの、駐車場で富士山撮ったやつです。富士山？隠れとるよ、隠れ。ここに、あー、そこにあるのが富士山なのね。せーの、じゃん。あ、これは園内にあった自販機だね。自販機がシマウマさんとヒョウの柄になってます。はい、次、せーの、じゃん。真ん中にハヤが入って隣にカノがいるカンガルーの写真になります。せーの、じゃん。立ち側や、なんで？はい、こういう風にカメラ移動すれば縦も撮れます。うん、はい、これはあやさんが入ったカノとの写真だね。うん、次の写真は多分夕方に撮った写真なのかな。カノさん何やってんの、あんたマッキー片手に私サインするわと。やばい、いくよ、いきます。せーの、じゃん。何撮ったんですか？私撮ってないよ、これ。なんか映ってるよ、でも。そうや、ライオンじゃない？ライオン、僕が撮った。ハヤが撮ったライオン。車の中で撮ったので。うん、ここですね。ここにライオンさんがいます。
見えない。ちょっとひどい。せーのじゃん。ハヤがヤクルト工場を見に行った時のやつだね。抱きついております。ねえ、僕ヤクルト大好きやもん。次行きます。せーのじゃん。あやさん、これ自撮りですか？なんか自撮りしようとしてこれで言ったらもうなんか押しちゃったんだよね。たらこの幽霊みたいな写真が撮れたと。幽霊言うな。幽霊言うな。でもあれだよね、撮ろうと思った割にはちゃんと画角に入ってるからすごいかなとちょっと見てますよ。いやいや、奇跡な。実際撮ってみてどうですか？楽しかった。楽しかったけど、どうですか写真の出来栄え的に。まあまあだな。これ一番怖いよ。ここにね、幽霊がいます。幽霊は自分で撮りやすい。携帯電話とかカメラで撮った写真は比べてどうですか？暗い。暗い。狭い。暗いし、あと好きなものが撮れたっていうのを確認できないからね。こういうデコパチの素敵な写真も撮れたりするんですね。こういうのも撮れないね。そういうのが楽しみであったりもするんですけど、まあ今回は新鮮な体験ができましたね。はい、僕はいっぱい写真が撮れたのでよかったです。うまくやれば心霊写真を撮ることができますよ。いらないだろ。いや、怖い人は、怖い話とか好きな人はいいかもしれない。あ、じゃあそれからこれ出そうか。やめて、心霊写真の原因。やめて。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあるのでよろしくね。よろしくね。バイバーイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。